ナイエス司令官、緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け、交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。アンドロイド部隊支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は大破し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊の支援を求む。
れが機械生命体。こんな大きいの見たことない。クソ、 EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。トゥービーさん、衛星レーザーの直接攻撃承認が下りました。でも敵の発生する電磁波迷彩で照準が不安定になっています。発生源を突き止めて破壊してください。簡単に言う。すみません、でもよろしくお願いします。 EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨EMP 発生機の速やかな破壊。生命体は320年前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を指示。本体にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊。北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。トゥービー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。トゥービー、ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。
の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビ、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接？そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を撃ち込んでやってください。まずいですよ。ここを離脱しましょう。生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんです。が結局我々も暴走を止めることができなくて深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか。トゥビー、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。ナインエスが戦線から離脱、脱走兵として司令部に登録することを提案。ダメ、きっとナインエスには考えがある。予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。
通信途絶。墜落した夜波部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。バンカーに通信。こちら 2B、 応答せよ。オペレーターより 2B さん、大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8時間。各地の通信施設がEMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので、注意してください。 9S はどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。 9S の捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存夜波部隊の捜索を優先する命令が出ています。 9S さんをお願いします。了解。ポット、付近のブラックボックス信号を検索。ブラックボックス信号検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり、推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。